ブルーのイクシルはフランス生まれの相場師。その荒っぽく危うい取引手法からロンドンのクジラやそのウォール街への潜在的な影響力の大きさからボルデモートとも通称された。JP モルガンチェイスのロンドン事務所に勤め、JP モルガンチェイスに巨額の損失を与えたとされる。イクシルは2005年から JP モルガンで働き始めパリに住まいを置いたまま。 ロンドンに通勤していたと言われている。JP モルガンでは、クレジットデフォルトスワップで、毎年数億ドルの利益を上げていたとも言われる。イクシルはプライバシーを固く守っていると言われ、年齢もわからないが、私生活は質素で週末は家族高校とも報じられた。2011年、その攻撃的な取引手法で、ケイブマンとも称されたイクシルは、ある会社が債務不履行に陥れば、 JP モルガーに労せずして4億5000万ドルが転がり込むと踏んでおよそ10億ドルを投じた。2012年初めのイクシルはそれほど力を持ち、また強気の投資をしており、雑誌ニューヨークによればイクシル一人が動くことで株価指数を動かすことも可能であったという。その後、ロンドンにあるこの銀行の投資本部事務所における デリバティブ取引絡みの破滅的な20億ドルの損失が2012年5月に明るみに出た後、イクシルは取引権限を剥奪された。7月、イクシルが JP モルガンを退職したことが報じられた。ありがとうございます。